ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、蒼天のイシュガルド編、第73回配信を撮っていきたいと思います。さあ、現在ナイトになっておりますが、あれ？この場所って、この南側ってどうやって行くのってなってたんですけども、前回私、こっち全然行ってなかったんですよ。この道があったっていうね。ここの、先に。ウィセントヘッドという場所ですね。お、道の土地に足を踏み入れました。こっち、もう、道があるって把握してなかった。というわけで、ナイトのクエストをやっていきたいのですが、見たことない、ウィセントって。え、みんな？ちょっと待って。あ、生きてる。すまん。あとは任せた。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと戦闘用で作ってみたんだけど、もう少しなのに。ぜいぜい。くそ、奴ら強い。もう近づくと喋るっていう。こうやって、奴らってことは複数だよ、おる。あ、ちょっとスターになってる。魔法系から先に行くべきだ。どうだ。あ、よかったよかった。これは続きがあるな。2体なわけないもんね。あ、待って、これおっと間違えた。これは長そうだぞ。この戦闘力ではちょっと結構危ないぞ。この先か。まさかのあのね、メインクエにおいては全く通らなかったこの道。ナイトのクエストでこんな通らされる羽目になろうとは。こうやって繋がってる？そっち側に。いや、行けないな、これ。行き止まりか。なかなか渋い。なかなかしょっぱいエリアだな。上から落ちてこれるんだね。っていう感じか。意味なくインビジブル使っちゃったからな。なんか今よそ見してたらえらい食らってる。よそ見はいけません。危ない。範囲攻撃の炎上の範囲攻撃の時にあのさっきの使い方。危ない。じゃあアインハルト家の騎士さん、助かったぞ。さすがフォルタン家の客人か。得ていた情報からもこいつが首謀者で間違いない。では私は報告に戻る。今回は本当にありがとう。ラニエット様にもよろしく伝えておこう。ん？上にあるのか。ここじゃないよね。いや違う違う。兄さん無事でよかった。おや、何か発見したんですか。この駅士のコテを渡す。
これを見えざる特技の首謀者が持っていたんですか？なぜ奴らが。これも回収させるつもりだったのですか？いつか僕が見えざる毒蛇と戦うと見越して。ソルク・ザギルさん、一体何を考えていたのです？ここでは考えがまとまりませんね。兄さん、ファルコンネストに戻りましょう。ファルコンネストにね、多分しばらく戻らぬので、ですね、このクエストですね、騎兵と偵察をしてこいと、奪還部隊の窮地で、これここ繋がっとって、このままいけるかと思いきやですよ、いけないと。早く飛べるようにならないかな。もうただただそれだけですね。さあ、じゃあまあ上の階までワープかな、結構距離あるし、じゃあこの付近までワープ。さて、やってまいりました。バヌマヌ族の石膏さんのところですね。さあ、こちら戦闘になりますかね。話しかけていきましょう。変化はなくとも、苔、蒸す、岩のごとく偵察を続けねば。む？何やつ。現状はあれなんか柔らかいな、自分が。これで、あと報告かな。ん？違う、傷だらけの骨が落ちてる。なんだろう。これで報告か。あんまり難しいクエストじゃなかったね。じゃあちょっとこれもついでにやってこようか。奪還部隊の窮地、間違えたね。あー、どうしようかな。やっぱりマウントはね、クロスオトバに入れておきたい気持ち。やっぱよく使うしね。ここね、結構好きなんだよね、この水が湧いてるところ。でもあれか、確か前に何かの誰かの出したクエストであったけど、この水場が結構モンスターに取られてて、この雲海においては水を得ることが結構難しいみたいなことを誰か話してた。こっち合ってる。ちゃんと見てなかったけど、こっちかな。前にあの水が湧き出すクリスタルを回収してこいということで、ここをすごいうろついてた気がする。でその先は回収したりして、何か所か回収して、で先には行ってないんだよね。なんか道はあったけどっていう、その道の最大値のところだね、現状の。あれ、道、あ、こっちか。暗くなってくるとね、これ何だろう、自分の画面の設定が暗いのかな。あのね、自分で動画を撮ってちょっと編集するときも見づらいだけども、 Twitter じゃない、YouTube にアップすると、あれ、こんなに明るかったっけっていつもなるんだ。画面の設定の問題かな。特にね、洞窟とかだとね、ほんと何も見えなくて、もうどっちかっていうと、もう画面の様子じゃなくて地図を見てなんか動いてるって時がある。あれ、不平した騎兵さん、あなたは、ああ、ラニエット様が送ってくださった援軍ですね。よかった、テルミオ隊長はこの奥にいます。どうか手遅れになる前に。奥っていけるの？あ、入れるのか。これ前回はさ、イベントで入っただけだったから、
これ避けられんでないじゃん。あ、そっか、イベントじゃなくてもここ入れるんだ。ここ？ん？なんか間違ってる。ここ？あ、なんかのマークとか重なってたからか。テルミオさん、大丈夫？クソ、次から次へと湧いてきよって。このままでは任務を果たすどころか。ん？君は冒険者か？なぜここに？そうか、ランディエット様が援軍をよこしてくれたのか。名はシャンメイだな。我が名はテルミオ。戦況はかなり劣勢だ。だが貴重な物資を奪われたままになどできようものか。頼りにしているぞ冒険者。コンプリート続きクエあるね。話聞いていこうか。レベル51クエスト、奪還部隊の交代。ベンド・オブ・ベンドのテルミオは冒険者の手を借りたいようだ。門番を蹴散らして突入したはいいものの、敵の数が多い上に対応が甘くてな。物資の奪還だけだと甘く見たかもしれない。シャンメイ、早速協力を頼む。まずは敵に分断され散り散りになった部下を集める。このままでは括弧撃破されてしまうからな。すまないが敵拠点内で孤立しているであろう我が3人の部下を探し退避するよう伝えてくれないか。俺は退路を確保しておく。一人で大丈夫かね君は。じゃあ行きますか。まず3人の部下さん。あ、そうだ、ここにもあるかな。813北西、この辺か。それが一番近いってこと。めちゃくちゃ遠いやん。いる。よいせ。さあ、バラ騎兵団の騎兵さん。気候は、あ、女性ですかね。いや、男子かな。え、隊長命令で砦の外に退避。よ、了解した。そして普通に考えると置くかな。置くだね。もう一人どこだろう。全然隠れてないけど大丈夫かな。うわーって人か。びっくりさせないでよ。おこ、女性ですね。一時交代？隊長から？わかったよ。このままじゃやばいもんね。なんかエレゼンにしてはちょっと変わった言葉遣いですね。なんか巫女ってっぽかった喋り方が。あんまり外はないだろうな。となると、こっちの方とか。ん？いる。よいしょ、取れねえぞ。お前は隊長からの命令？退避か。了解した。さて、これレベルが7ぐらい違うともう割とそばを通っても許される。どこだっけ、こっちか。テルミオさん、みんな集めたよ。助かったぞ冒険者。部下全員が無事に退避することができた。これで最悪の事態は免れたということだな。我らも長居は無用と言いたいところだが、まだ肝心の任務が残っている。最後まで付き合ってくれるだろうか。まだあった。話を聞いとこうか。レベル51クエスト、奪還部隊の奪還。なるほど、本来の目的をやると。ベント・オブ・ベンドのテルミオは任務を果たそうとしている。
真面目だね彼は。命大事やで。我らの目的は奪われた補給物資の奪還。それを成し遂げず逃げ帰るようでは面目が立たない。どうか任務の達成に協力を願いたい。俺が派手に暴れて奴らを引きつけるとしよう。冒険者、君はその隙をついて物資を、バラ騎兵団の武具を3つ奪還してきてくれ。え、大丈夫かな。受けたけど奥か。でもこれ、この奥って道ないよね。っていうことはここから行くのかな。この辺からとか、この辺、こっち側って広っ。広いし、なんかエーテライトある、なんかの拠点がある、ダンジョン。レベル59だもんね。あんまり近寄らない方がいいかな。あっちの方はまだなんか後半に行くのかなっていう感じ。雄弁なるベンドの屋敷、屋敷だったんだよこれは。あーでも確かに、あっ、でかっ。ブー今すごい、今ね自分的に油断しながら動いてるけどさ、613だもんね、北西のこの辺かな、この辺。武具を3つだね。そうか、ここなんかもうイベントでしか入れないとこだと思い込んでたから、実際に来れるとまたなんか違うね。しかも最初に来た時はね、もっとレベル低かったからさ、もうほんと命からがらだったよここ。そして3つ回収しましたらば、ちょっとね、ここ暇な時違う、飛べるようになったらさ、この屋敷とかちょっと遊びに行きたい。じゃあここ戻りますか、奪還ブタン舞台に。敵との距離感大事ね、ソーシャルディスタンスね。よし、あの真ん中の橋の真ん中にね、通せんぼしてる子だけはちょっと拾っちゃうんだよな、どうしても。どこまで追ってくる。よしよし、じゃあみんな無事だったか。どうやら奪われた武具を全て取り戻してくれたようだな。恩に着るシャンメイ、我らだけではこうはいかなかっただろう。俺は状況を見ながらキャンプに帰還する。この手柄は君のものだ。武具は君の手からラニエット様に渡してくれ。よし、戻るか。そうか、こっから先はいけない。これってさ、このマップもこの先はないから、ここも行けないと。でやっぱりこの付近のどっかから行くんだね。もう全然開いてないから、開けてないからさ道は分かんないけど、向こうにもまたいずれ 何かしらで用事が発生することがあるのかな。よし、じゃあとりあえずラニエット様のいる付近かなまでワープです。さてラニエットさんのところまでやってきましたので報告をしていきましょう。お、ジェリーフィッシュ殿、戻られたか。はい、みんなも無事でしたよ。武具も無事です。これは奪われた物資。なるほど、それで貴公が先に帰還したのだな。しかしイシュガルド製の武器に目をつけられるとは。
金属加工技術が低いバヌバヌ族にしてみれば、危険を冒してでも欲しいものということか。今後はキャンプ内だからと油断せず、警戒を強めるとしよう。我らに与えられた任務はドラゴン族の監視、バヌバヌ族との小競り合いは避けたいからな。さて、改めて礼を言わせてくれ。我らの失態を挽回し、部下の命を救ってくれ感謝する。ふふ、本当に貴公には助けられてばかりだな。いいんだよ、コンプリート。そしてもう一個報告がありますので、これ報告したら終わっとこうかな。あ、そうか、ローズアーズの上だ。そうそうそう、もう今完全に忘れてたね、場所。なぜかメインエーテの方じゃないのに、なぜかそっち考えてた。よいしょっと。ツリーハウス憧れるね。いいな、ギルドさん。待っていたぞ、バヌバヌの族の企みを暴く鍵は見つけたか。本音、これは動物の骨だな。文字には見えぬが、模様のような傷跡がびっしりとつけられているようだが、意味するところは分からぬが、高台から見える何かを記していた証拠である。これはもしかすると無垢につながるかもしれぬ。骨について引き続き調べてみよう。何をもらおうか。ジョブ的にはこれかな。まだあるクエストが。どうしようかな。次回に回すのもありかな。いやー、ちょっと話だけ聞いとこう。レベル51クエスト。雲海の騎兵と望んだ答え。ローズハウスのギルドンは、バヌマル族の落とした骨について頭を悩ませている。ああ、ご客人。参った。バヌマル族が持っていた骨の傷が意味するところ、いろいろと考えては見たものの、さっぱりなのである。刻まれた傷は、縦線が14本ずつ。全部で3列。そのうちの2列は横線で消されているが、3列目は半分ほどで横線が止まっている。やはり自分にはわからぬな。すまぬが、この傷だらけの骨を他の騎兵に見せて意見を聞いてもらえぬか。わあ、これだけやっちゃおうかな。他の方。まず、まあ、いつもながらのマリエさん。あら、シャメさん、私にご用ですか。骨を見てください。バヌバヌ族が落とした骨ですって。規則的な傷がついていますね。私にも意味はわかりません。お役に立てず申し訳ないです。いいよ。そしたら、まあ、いつも通りマリエさん、マリエさんじゃあ、ラニエットさんかな。そんな気がするが、やはり。ジェリーフィッシュ殿、壮健なようで何よりだ。して、今回は何用かな。骨を見てくださいな。この骨についた傷は、数を数える時の印に見えるが、わからんな。確かに意味があるように思えるが。一瞬なんか固まったね。え、あとは、あと一人どこ、いなくない。え、何かに重なってるのかな。ここか。そんな気がするな。ちょっとここに向かってみようか。違うかな。こっち、あのフェイトに重なってるんじゃないかという気がするんだが、違うだろうか。これね、重なった場合にね、
下手すると全く何も見えない。カーソル合わせてもうまくずれるとなんか見える時もあるんだけど、ここじゃないかなという気持ちなんだが、乗ってるつもりで乗ってなかった。この上、これ違ったらもうどこ行こうって感じだね。もう一箇所違うのかな。もうちょっと向こう側行ってみるね。いないか。え？じゃあどこだ。ちょっと待ってよ。ジャーナル。これ。ん？ここにいる？ひょっとして。全然見えないけど。ある。わかりました。メインエイテまでワープです。さて、アバラシア雲海キャンプクラウドトップのメインエイテのとこまでやってまいりました。こちらファブルレさんですね。忙しいんだ。用があるなら手短にしてくれよ。冷たいよ。見たことのない骨だな。俺にはさっぱりだ。お前さん、またギルドに言われて走り回ってるのか？うん。ああ、ギルドのところに行くならついでに伝えてくれ。そろそろ補給物資を積んだ飛空艇が来るってな。今日の食事は期待できるぞ。よっしゃ、結構いい時間になってしまったので、ちょっと報告は次回に回しまして、ここまでにしたいかと思います。では、第73回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。